自分も出身が東北の方なんですけども、東北の言葉をちょっと使って、まあ田舎感といいますか、そういうものを出していいよっていうふうに監督に言っていただいたので、自分の中では新鮮でありつつも馴染み深い言葉とかを、今回十三郎を通して、初お披露目なのかな。親と子だなぁ、仲がいいなぁ。アホかお前。え？あれは人の真似てる声だ。なんだべ、偉そうに。なんだろう、原動力であり、支えであり、まあ大切な存在ですので、まあ家族のためにいろんなことを頑張れる、まあ、なくてはならない存在です。多分これを見終わった後には、ご自身のご家族とかにもなんかちょっと会いたくなったりするようなほっこりする感じだと思います。クモと猿の家族、ぜひお楽しみに。